アクフェンは、カナダの音楽家であるマークル・クレールのソロプロジェクト。代表作、マイウェイは、レジデント・アドバイザーの2000年代のベストアルバム100枚において12位を、エルトの評価を得ている。カナダのモントリオールに生まれ、10代の頃に、スティーブ・ライヒなどの音楽に出会い刺激を受け1999年に、活動開始した。ホラーインク、デビッド・スコット、ネフカ、 アンナ・カウフェンといった別名義や本名のマーク・ラクレア名義でも作品を発表している。なお、アクフェンという名前はフランス語で耳鳴りを意味するアクフェンに由来する。2002年にアルバムマイウェイをリリース。この作品でのコンセプトはミクロサンプリングであり、FM ラジオの音源をランダムに録音してサンプリングした音を細切れにし、 それらを再構築した音を中心に、アルバムの全楽曲が作曲されている。作曲、演奏には、エイブルトンライブ、フロリダスタジオなどを用いており、楽曲は、ミクロハウスやグリッチに分類され、ハウスやテクノが中心である。2013年、ペルロンより、アルバム、ブリーフェリーエターナルを、ホラーインク、名義で発表。この名義に対し、 2004年のインタビューにおいて以下のように述べている。今僕が別名義として使っているのはホラー、インクだけで、これはもうちょっと精神分裂病っぽい感じの、そうだな、ある意味ハイドシとドクター、アク悪ンっていう感じのプロジェクトかな。僕をマイクロ、何たらっていうカテゴリーから解放してくれるような名義で一生付き合い続けていくものだと思うよ。悲しいことに、 アーティストの感受性はほとんど発達したテクニックや音の影に隠れてしまうんだ。とにかく、ハイド氏が、ドクター、アクフェンの殻を破って出てくるところを楽しみに待つと、しようかって感じかな。ハイフリクエンシー、アクフェンインタビュー同年、サウンドクラウド上に作品や未公開作品を公開。この中には倒産し、入手困難になっていたミルプラトウの親レーベルである。 フォースインク作品が含まれる。ありがとうございます。